はい、この動画では 2A3 と呼ばれる真空管を使ったオーディオアンプの自作、その過程をですね、皆さんにご覧いただきたいと思います。はい、突然ですけれども、真空管というものを皆さんご存知でしょうか。この動画にたどり着いた皆さんであれば、おそらく皆さんご存知なのかなというふうに思います。私もこの真空管、特にですね、この真空管を使ったアンプ、自作のアンプがですね、非常に、好きでございまして、今までたくさん、この真空管を使ったアンプ自作してまいりました。世の中ですね、トランジスタ、半導体を使ったアンプが多い中でですね、非常に珍しいということもありますし、自作していくと、いろいろ試行錯誤して、これがまた楽しいというところもありますし、何よりも自分で作りますもんですから、非常に愛着が湧いてですね、多分に気のせいの部分はあると思うんですけれども、なんとなくこういい音に聞こえるというのでですね、いくつも作っては、それを使って音楽を聴いて楽しんできました。そんな中でですね、2A3 と呼ばれる真空管がありまして、非常に有名な真空管でございます。この界隈ではですね。で、これを私まだ使ったアンプ作ったことがございませんで、いつかは作ろうと思ってたんですけれども、この度、それを作るにあたって、せっかく作るんだったら、何か記録に残しておこうと。そうするとまた後で見て、楽しめるんじゃないかなというふうな形で、動画を撮るように今しました。で、これはこの後ですね、気力体力が続けばですけれども、この 2A3 のアンプを作って、それにマッチしたようなですね、スピーカーを一つ作って、それから書斎とか寝室に置くような非常にコンパクトで、低出力のですねアンプを作って、それにまたマッチするようなスピーカーを作ってというふうなことをやりながら、記録に残していきたいなというふうに思ってます。簡単に自己紹介をさせていただきます。私 UC エンジニアリングと申します。大学はですね、工学部、経営の学部を卒業しまして、その後企業の研究所に入社しまして、20年余り、研究をさせてもらってきています。専門は音声認識、音声合成、最近で言うと AI と呼ばれるような技術ですかね、これを専門に扱ってまいりました。で、先ほどもちょっと申しました通り、バンドでベースを演奏するのがもともと趣味としてありまして、それが発展してですね、音楽を聴くのも好きで、だったらということで自分でオーディオ機器を作り始めたというところがスタートラインになっております。はい、それではですね、早速 2A3 を使ったシングルアンプの制作ということで、進めていきたいと思います。